皆さんこんにちは。今回は31層迷宮区のサブタンクについて解説していこうかと思います。まずスキル編成なんですが、小狐のタゲを取ってる間は親狐に触れられないので、デバフを入れずになるべくこういうバフスキルを入れましょう。こういうスタック削りのスキルは入れなくていいです。で、まあバフが重要なので、こういう腕利きのカジやリズベットとか、筋力増強のパーティーバフとか、あとはこれも筋力増強のパーティーバフですね。この動画出してる時点だと2種類あるんですけど、さっきのアクセルのやつとこれですね。それとか、こういう消防勇気ですね。これパーティーの水属性ダメージが上昇する代わりに、水以外が全部ダメージ下がるっていうデメリットあるんですけど、水以外で来る人まずいないので、これ使って大丈夫です。そういうのがあるとベストですね。あと火力がこういうキョンシーシノンとかで筋力増強スタック上げてるとしても、なんか吹っ飛ばしの攻撃食らったり、何かしらキャンセル食らったり、ボスが突進してる時に撃つと外したりみたいなのがあったりして、筋力増強を維持できない場合もあるみたいなんで、筋力増強のパーティーバフあるだけで超来てほしいっていう感じですね。あとはパーティーを支援できるようなバフをかけられるアビリティ、まあこういうコマンドナイト・ディアベルはキリと同じセット内に入れると戦犯になるんですよ。ダメージ80%も低下するデバフがみんなについちゃうんで。ですけど、まあ、キリと入れなければディアベル2枚以上でパーティーの攻撃力とクリ率とクリダメ上がるんで、まあ、攻撃力が上がるっていう点ですごくいいので、まあ、こういうの入れたり、あとはこれもね、似たような効果で攻撃力上げられるんで、こういうのつけてもいいと思います。あとこのサブタゲはメインタゲほど耐久力がいらないんで、こういう麻痺耐性とか入れてたら優先して入れましょう。まあ持ってなかったら仕方ないんですけど、まあ入れないでやるしかないと思うんですけど、小狐が火力のど真ん中で出現して、でタゲ取りに行ってる時に何かの攻撃で麻痺ったりっていうのが一番やばいんで、できれば麻痺耐性あったら、まあ、100%になるように入れるのがいいと思います。まあどうなんだろう、こういう配布のやつでも、まあ入れたら、まあ、少しは違うと思うし、あと盾スキルでそのパラライズガードっていうのがあるんですよね。これ60秒間麻痺耐性が上がるんで、あらかじめこういうのを打っておくと、まあ、50%以上にはなるのかなと思うので、まあ、やらないよりはいいのかなと思います。で、まあ基本的に炎症を防ぐためにコーヒーブレイク入れるとか、まあ、メインタゲと似たような編成になるんで、まあ、メインの編成はここら辺で、まあ、モブ狩りですね。裏セットのモブ狩り編成なんですが、まあ、メインタゲだとブレイクタイマーが来るんで、まあ、斧で耐えるっていうことだったんですけど、まあ、小タゲだったら、そのブレイクタイマー発生攻撃の範囲外まで小狐を持っていくんで、斧の混合がなくてもいいんですよ。だから自分が一番モブ狩り早いって思う編成がいいです。俺はお茶会最初アリスで、まあ、31層迷宮区でも道中のモブワンパンできるんで入れてます。まあ斧とか槍とかでも全然いいです。自分が一番得意な武器がいいですね。モブ狩りしやすいやつですね。まあワンパンするのが理想ですけど、モーション早いやつで2パンしてもまあなんとかなるんで、それでも全然いいと思います。まあ、道中覚醒してもいいしね、小竹は。で、HP が半分の時と4分の1になった時に小狐が湧くんですけど、その小狐を待つ位置が一番重要なんですよね、サブタゲは。小狐ってその出現する位置がランダムでどこに出るかわからないんですよ。だから小狐がその火力の方に向かないように、誰もいない側にいないといけないっていうのがあって、あんまり火力に近づきすぎても、まあ、小狐が現れた瞬間にその自分がその火力と同じ側、こっち小狐ここにいるじゃないですか。で、ここ火力がいるじゃないですか。火力と同じ側っていうのは小狐から見てこっちですね。こっち、こっち、ここのこのライこの付近に自分がいると小狐がこっちに向かってっちゃうんですよ。自分がここら辺にいるから。
でも自分がこっち側にいれば小狐もこっち側に向かっていくんですよ。まあ、小狐が最初にこっちに向いた時の話ですけど、だからあんまりその火力の方に近づきすぎて、こことか行った時で、ここに行った時、例えば小狐がこの場所に湧いたらこっちの方向に行っちゃうんですよね。まあ、だから火力に近づきすぎないけど、でも火力の近くにいないと火力の付近で湧いた時に間に合わないから、この位置取りがすごい難しいんですよ。でもまあ小狐ってほんとどこに湧くか分かんなくて湧きガチャなんで、でも火力のど真ん中に湧いたら仕方ないんで、ど真ん中に湧いたとしてもすぐ小狐のタゲを取りに行けるようにしっかり構えて冷静に引っ張っていくことが重要だと思います。でまず小狐が火力の近くに湧いてしまった場合、冷静にタゲスキルを打ってフロアの真ん中に移動します。この最初の1匹目が来るときにフロアの中央で待ってないといけないんですけど、中央よりやや火力よりで待ってないといけないんですけど、これはちょっと悪い例ですね。でまあ火力が小狐に触れたらちょっとタゲ取られてしまうんで、一応ディアベルでタゲ取って逃げます。でまあ1匹目を維持してる間はブレイクタイマー来ないんで、2匹目が来てからブレイクタイマーが来るようになるんで、1匹目は維持したままフロア中央で待ってます。まあ2匹目が来た時に火力の近くで湧いたとしても、まあ冷静にタゲ取って、まあこれは火力の近くに湧かなかったんですけど、まあ冷静にタゲ取ってブレイクタイマー発生攻撃の範囲外まで逃げてって感じで、まあこれはすぐ終わったんですけど、パーティーが強かったので。でここでポイントなんですけど、この自分はこのタゲスキルを当てたから、こう絶対にタゲが取れてるって自信を持つことですね。その失敗するかもって不安でもたもたする人いるんですけど、逆効果です。全然ついてこなくて失敗します。あれこれついてくんのかな、ついてこないのかなってずっともたもたその場で行くのか行かないのかうろついてしまう人いる、よくいるんですけど、全然ついてこなくて失敗します。あの失敗してもいいから、その騙されたと思ってタゲスキルを入れたら速攻で逃げてください。でもし失敗したらもう一度タゲを取りに行って当てたらまた逃げます。で失敗したらその終わった時になんで失敗したかを一生懸命考えましょう。そうやって学んでいかないとこれからもっと迷惑かけることになります。で次に小狐が火力の近くではない、その火力の攻撃が当たらないような安全な位置で湧いて、小狐が火力の方に向かっていかない場合ですね、この場合はタゲスキルでなくともその通常攻撃でもタゲが取れて、で他に誰も触らないと思うんで、こうやって通常攻撃でタゲ取って遠くに逃げるっていう感じがいいと思います。一撃でも入れてタゲ取ったらすぐ走って誘導するっていうのがいいと思います。まあ他に攻撃する人がいないんで、その自分が一撃でも入れたら自信を持って走って逃げるのがいいと思います。でこのサブタゲってオートタゲ追従問題っていうのがあって、まあこれ設定でオートターゲット追従移動っていうのがあると思うんですけど、これをどちらもオンにしてやってる人が多いと思うんですけど、まあ、オートターゲ追従にしていると、まあ、ここスキル打つと一番近い敵にこうやって追従して向かっていくんですよ。でもこの一番敵じゃなくてもこうやって例えば他の敵こうやってタップするじゃないですか。で他のスキルを押すとこうやってタップした敵に追従していくんですけど、この仕様のせいで小狐に向かって攻撃してほしいはずが、あのメインボスの方に走って攻撃していってしまうっていうことがあって、人によってはで、さっき説明したと思うんですけど、メインボスの HP が半分の時と4分の1の時に小狐が湧くんで、メインボスの HP を見ながらやってると思うんですよ。で例えばこうやって他のあのターゲット、まあ、画面上で敵タップするとターゲ取れるんですけど、これターゲ取らないと HP が見れないじゃないですか。で HP 見てるっていうことはこれタップしてターゲ取ってるってことなんで、このメインボスに向かって攻撃していっちゃうんですよね、スキルを打つと。まあ俺はそのサブタゲやるときにこのオートタゲ追従全部オフにしてやるんで問題ないんですけど、そのオート追従に慣れてる人はその一旦
あのボスメインボスのタゲを外すっていうのが大事ですね。あとちょっと言い忘れたんですけど、小ギツネが湧く前ですね、1匹目が湧く前はバフをかけながら待ちましょう。 HP 半分になる直前に中央に行く感じですね、フロアの中央で。基本的に火力が死んだら助け起こしに行けるように火力の近くにいるっていう感じなんですけど、小ギツネが湧いた時に小ギツネのタゲを取るのが優先なんで、助け起こしの途中だったとしても小ギツネが湧いたらすぐフロアの中央の火力組のやや近いあたりに行ってこうやって待ち構えてるっていうのが重要です。まあ、ちょっと余裕ありそうなので、まあ、油断してこっち行ってますけど、まあ、ちょっとあの直前になってこうやってね、あちょっとターゲスキル外しましたねこれちょっと良くない例ですけど、まあなんとかなってるっていうパターンで、まあ1匹目維持しながらこうやってちょっと火力の近いところっぽい場所でなんかスタンバってって感じで、何よりもその小ギツネが出た時に小ギツネをタゲ取るっていうのが優先なんで、他のことが途中でもこの小ギツネのスタンバってるのを優先しましょう。でこの小ギツネタゲは小ギツネを維持してる間は絶対に助け起こしに行かないでください。火力組の近くまで行かないと助け起こしできないっていうんだったら絶対に助けに行ってはいけないです。基本的にどんなに助けに行きたくなっても小ギツネを維持してる間は絶対行かない方がいいです。火力のど真ん中でその小ギツネを持ってって助け起こししてしまうと生き返らせることはできるんですけど、その小ギツネと親ギツネの麻痺はめで火力が速攻で死んだりするし、他にわずかに HP 残してる人がいたらすぐ死んでしまうし、死ななかったとしても火力の邪魔になってしまうんですよ。攻撃したくても近づけないみたいな。だからよっぽどその小ギツネタゲの近くで誰か死んでるとか、本当に火力組、その親ギツネのあのケツの後ろにいる火力組からすげえ遠く離れたそのブレイクタイマー発生攻撃範囲の外まで行けるくらいのところで誰か死んでるっていうんだったら助け起こししてもいいけど、基本的には他の火力組に助け起こししてもらいましょう。あと道中のモブ狩りなんですが、まあ、例えばモブがこういう風に2箇所に分かれてることがあると思うんですけど、これを全部まあタゲ取って1箇所にまとめる集めるみたいなことをまあ、した方がいい場合もあるんですよ。あのパーティーメンバーがそのモブ狩りするの遅い場合はそういう余裕があるんですけど、強い人が来た時はすぐ後ろから強い人がどん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 前進んできてくれるんで、これ2匹2匹で離れてると思うんですよ、マップ右上見る限り。こういう場合は無理にこの4匹全部タゲ取らないで、こっちまとめてこっちまとめてって感じで、どっちかだけまとめて後続の人にワンパンワンパンで勝ってもらうみたいな、ワンパンとかツーパンとかで勝ってもらうみたいな方が、まあ、結果的に早いみたいな場合もあるので、そのパーティーのモブ狩りの速さとか、まあ、いろんな状況に応じて モブ集めのやり方を変えるのがいいと思います。あとはね、他にそのモブ集め、あの通常攻撃ツンツンで集めてる人がいたら、まあ、なんかその近いところ通るとモブがついてきてしまったりするんで、あれかツンツンし終わったやつは、まあ、向かってこないと思うんですけど、まだやってないやつとかがモブ散っていったりするんで、その位置取りですね、他の人がモブ集めてるんだったらその人と全く同じ場所に立つとか、あの近づいちゃったらね、でなんかモブ散らしそうで怖いなと思ったらその人に近づかないようにして他のところでモブ集めるか、どんどん先に行くっていうのがいいと思います。基本的になんか野良の人ってなぜか先へ先へ進まないんで、どんどん先に進んでいいと思うんですよ、あんまり先に進む人がいなかったら。でまあ先に進む方がなんかその狩るモブの数が少ないんで、まあ、モブ狩り遅い人とか特にね、どんどん前に進んでった方がいいと思うし、まあやっぱりその役割分担っていうのをどのエリアで誰が狩るのかってあの分担した方が効率いいと思うんで、あの大勢の人で同じエリアにいるっていうのがすごく効率悪いんですよ。やっぱり誰かが他のエリアで勝ってて誰かが他のエリアで勝ってるっていうのが一番いいんで、まあ、みんなどのエリアの狩り
をするかっていうのを分担するような感覚で、どんどん前に進んでやっていくのがいいと思います。以上で31層迷宮区のサブタンク、サブタゲ、コタゲとかよく言われてるんですけど、まあ、サブタゲですね、それの解説を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。